選挙ウォッチャー次第のツイートに関する通報の方、皆様どうもありがとうございました。はい、皆さんどうも、参議院議員の浜田聡でございます。今回も動画を見ていただきましてありがとうございます。ただいま令和5年の6月27日、18時40分頃でございます。はい、私ただいまですね、倉敷市に帰ってきております。まずはですね、ツイッターの通報のしてくれた方、皆様どうもありがとうございました。どういうことかと言いますとですね、選挙ウォッチャー千代さんがですね、私に対して、息の根を止めるだとかいう、そういう、発信を、されていたことで、これはね、ちょっと殺害予告に当たるんじゃないかということで、私通報をですね、皆様にお願いしたというところでございます。私自身はですね、私のツイッターアカウントは、千代氏にはですね、ブロックされておりますので、私自身が、千代氏のツイートに関して通報はできないんですけど、多くの、方々が、通報をしてくれたようで、ちょっとね、バンされたのか、あるいは、彼自身が、ツイートをわざと、眠らせたみたいな、のかちょっとね、そこはよくわからないんですが、とにかくね、ああいうツイートに対して、それなりの対処ができたんじゃないかなと思います。ということでどうもありがとうございます。本日はですね、火曜日ということで、私ね、国会閉会中は、毎回火曜日に、兵庫県の病院で、放射線科医として、仕事をしているということでございます。今回ね、兵庫県、近いということ、岡山県倉敷市がね、近いということで、実家じゃないや、私自宅に、帰るところでございますが、ということでございます。本日はですね、ちょっとこの後、昔の職場を通じて、ちょっと食事にお招きされましたので、この後ね、そちらの方参加していきたいと思います。ただいま倉敷駅前におりまして、参政党さんがですね、政治活動をされておられます。このオレンジの、旗結構目立ちますよね。我々もですね、政治活動を、したいところでございますが、ちょっとね、政治家女子48党という名前自体がもうね、もう悪名がもう先走りすぎててどうしようもない状態。ただ、今ね、党名変更してしまうと、代表権を争っている状況でございますので、ミスミスね、代表権を向こうに譲るみたいな、そんなことにもなりかねないので、党名変更自体はね、現状できない状態でございますということで、政治団体の NHK 党での、政治活動なりなんなりはですね、積極的に、されているのだと思います。来月の、神奈川県の選挙に選挙の方もですね、政治活動それに向けてされているようで、どうも皆様、お疲れ様でございます。ということで、本日ちょっと気になったことをお話ししますとですね、勤務先の、病院に行く途中だったんですけれど、網走駅で、というところでですね、毎回ね、タクシーを呼んでそこで勤務先の病院まで行ってたんですけれど、普段はですね、すぐにタクシー捕まるんですけど、最近というか、今日はね、全然捕まらなかったですね。以前はすぐね、駅前にタクシーが待機してたんですけど、最近はもうそうじゃないんですよね。本日はそうでしたし、とりあえずね、そんな状況であったということでございます。タクシーに関してはですね、私先日の、総務委員会で訴えさせてもらったんですけど、いわゆるライドシェアですね、ライドシェアというとちょっと語弊がありますけれど、要は一般のドライバーの方がですね、お客さんを乗せて、お金儲けができるようにするという、白タクっていうとね、分かりやすいのかなと。それをですね、解禁してはどうかと。海外では、ウーバーなどを中心に、そういうことができるようになっているわけですが、日本はですね、タクシー業界の力が強いということで、その解禁には至っていないという状況であります。日本でね、それをしてくれればですね、本日、私がタクシーを、探すのに苦労するということも、なかったわけでございますので、皆さんにも、もしね、海外行ってウーバーの、便利さなりなんなりをですね、感じていただければと思います。
まあ、こんな感じでタクシーだけではもうね、あの地域の足っていうのはもうあの賄えなくなっている状態ですので、まあ、これはね、あのライドシェアの解禁はもう時間の問題だと思いますけど、まあ、個人的にはね、まあ、できるだけ早い方がいいかなと思います。もう世界でね、あのこのライドシェアの解禁はもう進んでおりますので、まあ、それが日本ではいつ起こるのかというところだと思います。ということで、まあ、今回、はい、あのまあ、冒頭のお話に戻りますけれど、あの選挙ウォッチャー千代氏のですね、ツイートに通報してくださった皆様、本当にどうもありがとうございます。はい、ということで、とりあえずですね、まあ、本日はこちらで過ごして、まあ、明日はですね、また東京の方で、明日、明後日、しあさってかな、水木金はまあ東京でまた用事がありますので、まあ、すぐね、あのトンボ帰りという形になります。ということで、チャンネル登録者数がですね、あのついに10万人を突破しました。お祝いいただきました皆様、どうも、ね、ありがとうございます。いや、まあ、なんかね、あのすごい数ですよね。10万人の方が登録してくださるというのはね、あの本当にありがたいところでございます。まあ、あの私にとっては、まあ、通過点と考えておりますが、まあ、とはいえですね、なかなかチャンネル登録者数をね、まあ、狙って増やすって結構難しいところでもありますので、まあ、伸びるなら、ね、あの今後もどんどん伸ばしていきたいところではありますけれど、まあ、それが、ね、どこまでいくのかというところでございます。まあ、でも感想というか、まあ、自分のやってる感触としては、ね、あのこの第211回通常国会でも、ね、急速に伸びたと思います。ね、ガーシー議員の、ね、弁明で本会議立った時であったり、あとは、ね、予算委員会で結構、ね、あの他の政党、特に共産党に関して、まあ、結構、ね、あの攻撃をしたりというそういう質問をしたことに関して、まあ、多くの方が、ね、あの評価してくださったのではないかなと考えております。ということで、まあ、今後もですね、まあ、引き続き、まあ、YouTube の、ね、活動を、まあ、あと密かにやっている、まあ、ブログも、ね、毎日更新をしていきたいと思います。というわけで以上でございます。はい、ただいま倉敷駅前におりますということで、まあ、皆さんもね、ちょっと暑いですけれど熱中症にならないようお気をつけてお過ごしくださいというわけで以上でございます。はい、チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いいたします。ではまた別の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。 NHK に受信料を払わない国民を増やすことで NHK をぶっ壊す。はい、どうもありがとうございました。